はい、こんばんは、ひろちです。はい、今日もですね、元気にご飯を作っていきたいと思うんですけど、今日も簡単に、今日のメインはですね、焼肉とろろ丼ぶりにします。こちらの黒毛和牛を私買ってきたんで、奮発してちょっとしか入ってないのに439円って高い、はい、それと玉ねぎを炒めて、焼肉のタレで炒めて、あとトロロをかけるっていう、そういう感じのやつなんですけども、はい、とても簡単ですね。それとちょっとキュウリとカニカマの酢の物的なものを作って、しめじと卵のお吸い物みたいなのを作ります。今日もさっさと作って早く食べたいんで、はい、手際よく作っていきたいと思います。まずはお吸い物から作りますね。はい、皆さん今日もお仕事お疲れ様でした。はい、もう疲れましたね。もう簡単なお吸い物ですね。こう洗います、皆さん入れずに沸騰させるから。ちょっともう明日なんか炒めて食べたいと思います。酢の物は作っといた方がいいんで、ちょっと酢の物を先に作りますね。美味しく食べるために私はお菓子我慢しますね。今お菓子にも手が伸びそうなんですけど、今日はですね、食べた後に何を話すかというと、いつもいろいろ考えてるんですよね。で、今日はですね、私がしている積立NISAの貯金ですね、貯金の件でもうちょっと詳しく教えてくださいって言われた方があったんで、積立NISAの貯金の件を、それをちょっと説明していきたいと思います。あともうそのみんな心配な老後のお金、なんか昨日これを聞けば心配にならない老後のお話みたいなのを YouTube で話されている方があって、それを聞きながら寝ましたね。だから何も聞こえてないです。なんかもう寒くならないかなと思ったら、今日とかちょっと夕方寒くなってますもんね。なんか細切りにしますね。まあまあ適当にしてもまあまあ美味しいので、はい、薄めに作るようにしています。ね、なんかお腹すくと私なんかちょっとフラフラするんですよ。本当にこれ本当ですよ。3時半とかに、まあ、ちょっとコーヒーを飲むようにしてるんですけど、大体その時に何かしらのクッキーとかをですね、机の中に忍ばせてるんですよ。それを、まあ、食べてるんですけどね、3時半ぐらいは。それなかったらもう無理です。それ耐えられません。で、このキャベツ、なんか結構多かったなこれ。で、このカニカマをですね、カニカマというかサラダファミリーって書いてあるんですけど、こちら久しぶりに買いましたね。髪型なんですけど、なかなかですね、セットがうまくできなくて、はい、でこれをこういうふうにして、こちらの味付けがですね、酢、賞味期限大丈夫かな、まだ大丈夫、半分ぐらい、こういうのも少し入れます。薄味ですね、私砂糖はちょっとだけですね、太るから。塩はもうパラパラですね。パラパラ。見えますね。これミニミニなごま油。ごま油は結構ちょっとこんぐらい入れます。いりごま。美味しそう。さっぱりして。これ冷麺にぶっかけたら美味しそうですね。あ、そうめんとかにも。私そうめんあんまり好きじゃないんですけど。ちょっとだけ。はい、ちょっとだけ味見していいですかね。しますね、もう。いただきます。そうじゃない、うん、美味しい。はい、できました。牛肉少ない、少ないのに高、牛肉って高いですね。とても食べたいと思います。吸い物の味付けはもうこの白だしだけですね。私薄すぎた、このくらいでいいでしょう。焼肉のタレがあんまりなかった。玉ねぎこれ120円高くないですか。もう出てこん、こんな
サランラップ買ってくるの忘れた。生で食べるやつ、はい、なんか丼のご飯食べるの。あ、ご飯は今日冷凍しかないんやった。どうしてもですね、カメラの配置の関係で頭がちょん切れるんですよね。焼いていきますね。こちらはあの彩りですね。今日は火曜日です。私のこのお料理動画はですね、大体あの月曜日か火曜日に会社から帰ってきて撮ることが多いですね。高級黒毛和牛ですね。ツナ、とても美味しそうです。はい、そしたらですね、こちらを焼いて、後少し焼いて、盛り付けてですね、あちらに持っていきますので、あちらで少々お待ちください。すいません。はい、ではいただきます。お腹すいた。焼肉とろろ丼を先に食べますね。ちょっと野菜から食べないといけないので、飾りのかいわれから食べます。うん、あれ、牛肉たまに食べると美味しいですね。酢のもんでね。うん、おいしい。おいしいです。おいしい。はい、ではごちそうさまでした。今日もおいしかったです。はい、山芋とろろ丼、違う、焼肉とろろ丼、美味しかったです。はい、はい、何でもまあお腹が空いているから大概のものは美味しく感じるんですけどね。はい、では今日は私が、ね、今年から始めた老後のための貯金、そちらのことを前動画で話したら、詳しく教えてくださいっていう方もいらっしゃったし、それは何ですかって聞かれた方もあったので、はい、なのでちょっとそんなにですね、そんなに詳しくはないんですけど、一応その始める時に銀行の方に私もお話を聞いたのでですね、少しは分かるのでお話ししたいと思います。 NISA ってよく私も NISA ってよく銀行に行くとなんか書いてあったし、なんか友達からも聞いたことがあって、実際その自分でそのなんかしようとはあんまり思ってなかったんですけど、会社の上司がですね、積み立てNISAは絶対するべきっていう話をしてあって、それがきっかけなんですよね。会社の上司がそれを話していたのがきっかけで、たまたまなんか銀行に行った時に、お客様、積み立てNISAご存知ですかって言ってくださってですね、私その時なんか住所の変更とかなんかそういうなんかで行ったと思うんですね、銀行に。でその声をかけていただいた時に、積み立てNISA一応上司から聞いてて知ってたので、知ってますけれどもちょっと詳しくはわからないですって言ったら、お時間があればぜひちょっとお話を聞きませんかって言われて、興味もあったし、その上司がいいって言ってたので聞きたいと思って、その時時間があったので、はい、聞きますって言って聞きに行きました。その説明を聞きました。でしたいなって思ったので、まずは少額からということで、私は1万円ずつ今貯金してるんですね。積み立てNISAをしています。で積み立てNISAって言うけれども、普通のNISA、積み立てじゃない普通のNISAっていうのもあって、積み立てNISAとNISAっていうのは一緒にはできなくて、どっちかしかできないんですね。一番のいいところは、最終満期になった時に、普通やったら投資で出た利益っていうのは 20% 税金で持っていかれるらしいんですよね。知らなかったんですけど、それが非課税っていうことで、こちらは私たち世代は年金が少なくなるかもしれないし、なんかそういったちょっと不安を解消するために
国が税金を優遇してくれている投資信託のことを積み立て NISA か NISA どっちかですね、両方こちらはそうやって非課税なんですよね、利益が出た分が。なんでそこが一番いいっていうことと、これは本当になんか私も知らなかったんですけど、そこまで上司は詳しく言わなかったんですけど、本当に年金のため の貯金みたいな感じらしくて、でそのまあそれはどちらかといえばその積立NISAの方が年金型みたいな。なぜかというと積立NISAは20年間できるけれども、NISAは5年間しかできないんですよね。だけど積立NISAは1年間に40万しかできないけれども、普通のNISAは120万できるっていう。で私はそんなお金持ってないんで毎月の積立NISAっていうのにしたんですけど、長さ年数の長さの長い方がいいなと思ったんで積立NISAの20年だから、今53歳だから73歳までずっと1万円ずつ貯金をしていくか、まあその1年間で40万はできるので、それ割る40÷12ってしたら3万3300円ぐらいになるんですよね。だから1ヶ月3万3300円まではとりあえずできるっていうことで、そこまでは増やせるんですけど、私はとりあえずちょっと不安、生活がちょっとまだ不安な部分があったんで1万円から始めてるんですけども、いずれ2万に増やして、まあ、ちょっとさらに3万に増やしたいなって思っています。で例えばですよ、1年間で40万貯まるから、まあ、10年間で400万で、20年するから、まあ、一応800万はまあなんとかこう、まあ、貯まりますよね。でこれが投資信託なので、自分たちが 何もしなくても自動的に買ってくれる、選んで、でその選ぶのが日本の会社だけのを買うか、まあ、外国と日本のを半分ずつ買うか、まあ、外国だけのを買うか、あとアメリカだけの分を買うかとか、そのいろいろその商品の種類はたくさんあるけれども、その商品も安全で金融庁が認めたぼったくり商品ではない商品を買ってくれるので、そうそう損をすることはないような感じで、まあ言われてたんですけど、だからでもまあ一応投資信託なんで、もしかしたらまあわからないっていう部分もあるけれども、なんかリスクは少ないそうです。普通の株式投資とかに比べたら、はい、そういう感じで安全性があるということですね。で、まあ私がいいなと思ったのは、今は1万しかできてないんですけど、まあ将来できれば3万3300円したいんですけど、3万3300円したとして、で20年後73歳からそれを73歳になった時に満期になるじゃないですか、まあ、それがもうと例えばその800万がまあいくらになるかちょっとわからないけれども、20年3万円ずつ積み立てていったということは、私もその利益とかが出なかっても毎月3万を20年間はなんか使える形になるじゃないですか。だから73歳で満期だから、20年間、それから20年でしたら93歳ですね。93歳までは年金プラスその3万円で生活することができるので、それはちょっと3万は大きいなと思って、まあ、例えばその800万がね、1000何百万とかになったりする可能性もあるわけですよ。はい、もう全然その未来すぎて予測がつかないっていうのもあるんですけど、ただ少し安心なのは金融庁が認めた商品しか取り扱ってないっていうところが、まあ、まあまあ安心ですよね。で今は1月2月3月4月まだ4万円しかしてないんですけどね、こんないろいろ言ってるんですけど、まだ4万円しか投資信託してないんですけどですね、こうやってですね、コツコツとですね、これコツコツ型なんで、私コツコツと貯金をして老後に備えたいなと思いました。5000円とか多分もう知らないうちに使うじゃないですか。だから1万円もそうなんですけど、口座引き落としにしてるんですよ。だからもうないものと思えるっていう金額ですよね。まあ3万3300円はちょっとないものとは思えないんですけど、それとあとこのNISAの話とは別なんですけど、なんか
お金の話をしてくれる方が YouTuber いっぱいいらっしゃいますよね。私結構その老後のお金の話をされているのを結構見つけて聞いたりするんですけど、言ってたのができることならですね、65歳で年金をもらい始めるのと70歳で年金をもらい始めるのは 46% も増えるらしくて、まあ実際私も年金定期便が、まあ今年はまだ来てないんですけど、去年の見た時に5万円も違ったんですよ。65歳でもらうのと70歳からもらうのは毎月で5万円も違ったんですよね。私絶対70歳からもらうと思って、70歳まで働いて、まあ、今の会社では働けないかもしれないんですけど、まあ、70歳までは絶対普通に働いて、絶対70歳から年金はもらおうって思いましたね。そんなに違うから。で、75歳になるかもしれないとか恐ろしいことを言われてますよね。75歳からもらうんで、じゃあ65歳からもらうのと10万違いますよって言われたら、もう私どんどん遅くもらいたいってなるから、まあ、ちょっとその75歳はちょっと遅すぎるかなと思って、やっぱ70歳ぐらいまで働いて、それからは少しゆっくりとした時間を過ごしたいなって思っているんですけれども、皆さんはどんな風にお考えでしょうか。ちょっと堅苦しい話になったんですけど、今日は。はい、では今日の動画もですね、少しでも楽しく見ていただいた方がいらっしゃいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では今日も最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。